おはようございます。みんなで作るみんなのためのメタバース、ザナのファウンダーリオがドバイからお届けするメタバースチャンネルです。本日もですね、かなりこういろいろと試行錯誤を凝らしておりまして、ペンペンズのですね、進化バージョンというものを今作っているんですよ。もうすでにね、第一バージョンができたんで、ちょっとこれ池谷さんに見てもらおうかな。ちょっとこれは本当にね、今までと全く違うんで、これどうなのかなって感じなんですよね。でもね、メタバースにするんだったらこっちだけどな。でもまあ 2D も捨てがたいなっていう意見もありますしね。これね、結構ね、今悩んでるんですよね。ちょっとね、フル 3D はね、新しすぎる。いやー、びっくりしましたね。でもね、かなり結構僕はかなり気に入ってるんですけどね。メタバースで使うんだったらこっちかなと思いますけどね。NFT にするんだったらね、めっちゃリアルになるんですよ。めちゃくちゃリアルになって、毛とかふさふさの感じになって、で、それをね、まあメタバースで持っていくんだったら、もちろんスマホっていうこともありますし、ある程度はね、ちょっとツルツルしなきゃいけないところもあるんですけど、まあでも全然ね、普通にこう、いい出来のゲームのキャラクターくらいになると思うんで、まあ、ありだなと思いますよね。で、それのなんか超ウルトラなんか実写バージョンみたいなやつが NFT になったりとかね、いいと思うんですよ。なんか結構 3D で、NFT 作ってる人たちってね、結構なんかおもちゃっぽい感じてるじゃないですか。なんかおもちゃをちょっと写真一眼レフで撮りましたみたいな感じ、わかりますかね。まあ、クローン X とかもそうだし、なんかこう、なんかちょっとおもちゃ感出るんですよね、あれ。不思議なことに。で、なんか去年はメカバースとかいうわけのわからないやつもありましたからね。まあ、ちょっとどうなってるか知らないですけど。もうあれとか完全プラモデルですからね。いやー、で、まあ、最近もそうですね。3D は、なんか海外はね、3D 好きなんですよね。で、日本ではまだそんなに見たことないですね。遊戯なんとかさんみたいな。あれぐらいですかね。とかかな。で、いやーでもね、結構今回僕たち新しいちょっと風を起こしたいんで、ちょっとチャレンジしたいなと思ってるんですよね。なんかこれができたら何がいいかっていうと、自由にね、動かせるんで、こうアニメーションとかね、PV とかめちゃくちゃ作れるんですよ。で、2D を動かそうと思ったら、やっぱりね、アニメーターのスキルが必要じゃないですか。まあ、半端なくの執念で描きまくるみたいなね、パラパラ漫画みたいに。まあ、あれはね、絶対僕たちのチームには無理なんで、けどね、3D だったらサクサクできるんですよ。まあ、クリプト忍者さんのバリバリ動いてる僕たちの NFT デュエルの PV あったじゃないですか。あれとか多分1週間とかかかってないですからね。って考えたら、やっぱね、強いんですよ、我々は 3D が。もうそこそこのね、ものだったらもう結構早く作れるんで、そうだな、なんかね、PV とかね、なんか、めちゃくちゃ、ペンギン動かして、また新宿のところにですね、リニューアルして、また広告出したいですよね。まあ、でかいの見て、ペンギン出てきたらちょっとテンション上がるじゃないですか。とかくらいやりたいですよね。イメージとしては、なんか、なんていうの？あれですよ。ピクサーの、なんか、PV みたいな、それやりすぎですけど、それちょっと言いすぎたな。ちょっと言いすぎですけど、なんかあんな、なんか、むちゃくちゃ細かくじゃなくて、でもなんかこう、あるじゃないですか、こう、簡単にね。ピクサーのトレーラーとか想像したんですよ。じゃなくてなんかこう、もうちょっとシンプルな、白バックになんかこう、ピコンピコンって動いてるような、まあ、あれぐらいだったらね、一瞬で作れると思うんですけどね。とか、いろいろね、こう、なんか発展性があるんですよ、発展性が。でもね、日本人は結構やっぱり 2D を可愛いと思うっていう習性があるんでね、めちゃくちゃ悩むな。まさかこんなことで悩むとは思ってなかった。マジで。まあこれ女の子とかだったらね、もう確実に僕はもう 3D よりも 2D を選ぶんですけれども、アニマルなって思うんですよね。しかもみんなやってるじゃないですか。なんか可愛い系のね、あれとか。まあ、それこそパンダさんも猫さんもそっち可愛い系でしょ。まあ、柄がね、なんていうかな、絵質とかタッチがまた僕たちって全然違いますけれども、もうちょっとなんかパキッとしてる感じですよね。なんかまあ日本っぽいんだけれども、ちょっと海外っぽくもあるみたいな感じに見えるのかな、今の 2D ってね。なんですけどね、フル 3D はどうなのっていうね。めちゃくちゃ考えたんですよ。なんか、両立せようかなみたいな。こうなんか、パッパッパってなんか変わるみたいな。2D バージョンと 3D バージョン変わるみたいな。もうそれやりすぎて手間かけすぎだろ。どんだけフリーミントに命かけんねんみたいなね。感じもありますし。めちゃくちゃ悩んでるんですよね。皆さんのご意見を聞かせていただきましょうか。でもこれ出したらね、出していいのかな俺。出そうかな。いや、チラ出しだったらね、なんかやってるんですけど、ちゃんと完成してるバージョン、まだ出してないんですよ、どこにも。ちょっとね、誰も見てない状態で、池谷さんにちょっとそーっと送ってみようかな。そうですね。ちょっとそれをね、皆さんにまた見せれるタイミングが来たら見せていきたいなと思うんですけども、もうかなりのビッグチェンジなんでね、まあ、どうなのかなっていうね。けどね、まあ、どっちみちなんかこれ絵がこっちだからこうとかってなんかそんな、そこっていう感じあんまりしないんですよね。そこっていうよりは、なんか、なんなんだろう。なんか、ザナらしさ的な
ものの方がね、なんか大事なんじゃないかなっていうのはちょっと思っているんですよ。判断基準的にはね。なんでね、ちょっとこれは、もうかなりぶっ飛んだ、チェンジをこの2日間で行いましたけれども、ちょっとね、ちょっと皆さんの意見を、やや聞いて、聞き始めてみようかなというふうに思っております。でですね、今日もいろいろ AI について調べていたんですけれども、今ね、結構本当にね、この AI って僕たち今かなり使ってるんですよ。で、まだね、これ正式には言っていないんですけれども、実はですね、今回も、なんか最近僕たちのトレンド的に言うと、こういったものを作りたいって、まず自分たちでね、完全元がオリジナルじゃないって嫌なんで、元は自分たちでオリジナルデザイン作るんですよ。で、そっから AI にかけて、AI にいろんなバージョン出してもらって、この方向性いいなとか、もうこっちいいじゃねっていうところで、そのまあなんていうのかな、こうアレンジ的なところとか質感とかタッチとかみたいなものを AI にやってもらって、で、それをさらに、そのままじゃね、大体なんかこう売り物とかプロダクトにならないんですよ。クオリティの面とかでね、あれもやっぱ自動生成してるものなんで、画質化を、まあ解像度もそこそこまでしか出ないっていうのと、まあ背景くらいだったらね、いいんですけどね、クリプト忍者さんの背景も僕たちは AI で全部作っているので、クリプト忍者 NFT デュエルの、は、あれは AI なんですよ。なんで、まあ、ああいう感じだったらいいんですよね。まあ、そもそもカード小さいし、なんかその、あくまでメインはキャラじゃないですか。で、その雰囲気の引き立て役みたいな感じで、僕たちがすごく、その、なんていうかな、キャラからインスパイアを受けた、そして僕たちのその NFT デュエルのカードの雰囲気、を、なんかこう、なんていうかな、こう、彷彿とさせるような、それをさらにこう、輪郭を際立たせるような背景っていうものをですね、全部、こう、生成してるんですね。で、もう、むちゃくちゃな膨大の数の中から選んでいってるんですけれども、でも基本はね、AI なんですよ。で、そう。っていう感じで、ね、結構僕たちはそういったことを使っていて、で、今回のそのペンギンも、本当にね、これザナダオの皆さんがもうめちゃくちゃいろんなペンギンのバージョン AI で作ってくださって、その中ね、なんか めっちゃ、これクリーンヒットみたいなのがあったんですよね。で、それを元に全部こうフル 3D 化を当然自分たちでやって、そっからまたいろいろね、シャッフルしていくのかなと思うんですけれども、まあいい、なんかすごいいいですね。なんか、あ、僕たちが作った、この、こういった感じのデザインをこういう風に表現するんだとか、あ、なるほどな。特にね、3D を作る場合にめっちゃ、なんていうかな。参考になると思うんですよね。例えば、ペンペンズって完全 2D じゃないですか。で、これを 3D にした時って、なんか、一回僕たちがトライして、あんまりうまくいかなかったことがあるんですけれども、なんか、それ以外のアイデアをね、AI がくれたりしたんですよね。で、その AI のアイデアも、なんか、ちょっとこれじゃないなっていうアイデアから、あ、これみたいなアイデアまでめちゃくちゃ幅広く出してきて、で、それを中から自分のね、イメージに合うものを選ぶっていう、これが、やっぱりね、僕は新しい時代の作り方だなって思うんですよね。なんか、今までってね、これ、例えばその人に、誰かに何百通りとかね、10パターン、20パターン作って、その中から選びますって言ったら、そんなの絶対ブーイングじゃないですか。けどね、AI はそれできるんですよ。だから、こうやっていろんなバージョン、ちょっとこれこう違うなとか言って、あ、じゃあやり直しますって今までのフローだったらね、ちょっとすいません、これちょっとクリエイターさん、これこういう風に変えてくれますか？あ、わかりました。じゃあ3日待ってくださいとか、いや、これ 3D なんでね、ちょっと1週間変わりますよとか、そんな感じじゃないですか。AI なんて、それ秒でやりますからね、秒で。ちょっとこれやって、はい、あ、違うな。ちょっとこれやって、これ違うな。じゃあとりあえず100個ランダムで作って、あ、これいいじゃん、みたいなね。いや、これってね、ほんとものづくり革命だと思うんですよね。いやー、これはね、もう可能性に満ち溢れておりますよ。というところで、AI と人間とね、これコラボっていう、なんかこの AI の呪文使いと、呪文使いスキルがまずね、めちゃくちゃ大事なのと、あとセンスですよね。やっぱり最終的には人間が決めていくし、ブランドも人間が作っていくので、そのですね、確固たる、まあ監督みたいな存在ですよね。監督と、あとはその、なんていうかな、まあクリエイター、なんていうか、まあ AI クリエイターみたいな感じがいて、で、そのなんていうかな、なんか散々案を出しまくる、頑張る役みたいなものは、もう AI じゃないかみたいな感じですよね。なんか原画でも、例えば、昔でいうところの例えば、漫画家さんが、ネームとか書くじゃないですか。もうなんか、へのへのもへじみたいなやつにセリフがドーンってあって、で、それをですね、本ちゃんに書くときに先生がバババーってキャラ書いて、アシスタントが、こうね、線をきれいにしたりとか、背景とかトーンをどんどんこうのとかみたいな感じでやってた作業がやってたと思うんですけども、もうね、あれ AI ですよねって感じっすよね。もう僕はね、まあ AI 会社でもあるんで、うちは。もう AI 全肯定派ですけれども、けどね、それは逆に別に人間を否定するわけじゃなくて、人間のなんか仕事と役割分担なんですよね、本当に。僕たちが、人間がやってるような仕事って絶対 AI できないから、なんか AI でもできることは AI にやってもらって、で、人間はさらに人間らしいことに集中すればいいと思うんですよ。で、これがね、本当に新しい時代の作り方かなと思っていて、
で、実はですね、今年僕が予告したような今年一番力入れますって、その作品ですね、NFT 作品ですね。これをもうすでに実は着手し始めているんですよ。まあ言ってもね、夏とか、秋はいいですから、まあ夏くらいとかにめがけてね、やっていきたいなと思ってるんですけれども、もうこれもね、バンバン AI と人間の力、技、融合なんですよ。だからね、やってて仕事めちゃくちゃ面白いし、僕ってその自分で書かないんですよね。自分はさすがに書けないから、あのイメージはやっぱりこう膨らませる。だから、いろんな案出してくれればくれるほど自分の中でね、明確になっていくんですよ。で、その、だからめっちゃ AI の制作とね、作り方合ってるんですよね。今まで例えばどうしてたかって言ったら、もう5人とかの人たちに別々に書いてもらって、待って、で、上がってきたら見て、ちょっとまた手直ししてもらってっていうね。これ完全に AI が今やってくれてるわけですよ。元案みたいなのをこっちが出すからと。っていう感じでね、元案を出してもらって、そこをですね、こういう風にアレンジしていくのは、もう膨大なパターンあればあるほどいいんですよね。もうこういう作業僕ね、結構好きなんですよ。もう、クリエイター精神がうずいてですね、もう即断即決でね、もうこれ違う、これ合ってる、これ違う、これだみたいなのは、やっててめちゃめちゃ楽しいんですよね。だから、その、自分で書けない分ね、こう人のものを見てしかジャッジできないので、でもそれはだったら、ね、当然たくさんのものがある方が、より自分の本当に欲しいものっていうのに、限りなく近づけることできるじゃないですか。だからね、本当に重宝してますね。いや、これは本当にね、革命ですよ、革命。で、さらに言うとですね、これまた、もう一歩その先がもうすでに見えてきていまして、一回僕たち去年かな実験でやってたんですけれども、去年、一昨年くらいにやってたんですけれども、ですね、3D を AI で作るっていうことをやったんですよ。まあ、例えば写真パシャって撮って、そのですね、写真の顔を想像して全体的な、その顔の 3D モデルを作るとかね、これはね、結構普通にできるんですよね。普通にできて、で、今は、もっとそれとミッドジャーニー的なものが合体して、呪文を入れたら 3D 作りますみたいなやつも出てきたんですよ。で、これね、なるほどなと思っていて、で、もうちょっとこれを研究していったらですね、もうなんかクリエイターさんの作業は、もうなんかアイデア出しと、あとアッセンブルっていうの組み合わせなんじゃないかなと思って、だからこれね、もしかしたらビルダーにめちゃくちゃ相性いいかもしれないんですよね。なぜかというと、ビルダーのものって別に動かさないじゃないですか。人間とかね、あれだったらこのボーンとかリグとか言うんですけども、骨組み やらないと動かないんですよね。だから、服はちょっと大変なんですけれども、けど、なんていうかな、メタバースの中のものってオブジェクトじゃないですか。今僕たちがね、一生懸命作って、で、皆さんにですね、はい、ちょっと選んでください、これ組み合わせてくださいって言って、だから 3D を作れない人でも別に作れるんですね、ザナビルダーは。で、これがですね、ただもっと進化していって、じゃあもっと AI を、うちの AI を賢くして、これを合体させたら何ができるかっていうと、もうなんか、まあ第一ステップとしては、ポストを作ってくださいとかね、恐竜のなんかモニュメントを作ってくださいとか、やったら 3D でガシャ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 ーンってできるみたいなね、感じですよね。で、究極バージョンで言ったら、もう全部指紋ですよね。例えば、こういうなんか、大草原が広がっていて、そこに岩山がゴツゴツと立っていて、みたいな。で、空はちょっと夕暮れの感じで、雲が、こうピンク色に、こう夕暮れのピンク色に染まっていった、みたいな感じで、その中になぜかこうね、なんだ、恐竜が2体いて、そこでなんかこう鳥型恐竜も飛んでいてみたいな、もうひたすら呪文を唱えまくるみたいなね。そしたら、もうその言った通りのワールドがシャキーンで出てきたらな、これドヤバいじゃないですか。いや、もうこれ最高っすね。これもザナビルダーの超最終進化形態みたいな感じっすよね。いや、そこはね、まだちょっとかかるんですけど。でね、実験的に、なんだったっけな、あれはやろうとしたんですよね。そのザナビルダーのアセット使って AI が勝手に組み合わせて、勝手にワールド作るみたいな。これはね、ちょっと実験したことあるんですよ。どこでやめたのか、どこまでやったのか覚えてないんですけども。けど、呪文でまずオブジェクト生成をやってみたいっすよね。まあね、ちゃんとポリゴン数のなんていうか、設定とか、制限をちゃんと守らないと、なんかめちゃくちゃ、なんかね、ハイクオリティなやつ出されて、もうそのポスト1個でもう携帯のメモリめちゃめちゃ使ってますみたいな、それシャレにならないから、ちゃんとね、その辺はしっかり、こう、ポリゴン削ってみたいなことを自動的にやってくれないといけないんですけども、それができたらやばいですよね。だから全体でワールドでここまでのポリゴン数にしなさいみたいなスペックをちゃんと言ったら、それに伴ってやってくれるみたいなね。ザナビルダー2。これやばいですね。いやー、やばいな。って考えたらですね、いや、メタバースと、この AI っていうね、ものを両方使えるっていうのって、やっぱうちのめちゃくちゃ武器なんじゃないかなって思い出してきたんですよね。そう。
まあ、うちは大概何でも武器にしますけれども、いろんなもの、まあ、例えば、エンターテインメントとかね、あとはもう NFT ゲームとか、まあ、いろんなもの武器にしてますけれども、この AI とメタバースって実はめちゃくちゃやばいんじゃねっていうのを、改めてなんか思い出してきたんですよね。結構やばいですよ。例えば今すでにザナジェネシスを、メタバースの中でなんか会いたいとかね、こうなんかお話しかけられるとかみたいな、まあとりあえず 2D だからホログラム的な感じでもいいので出てくるとかね、まあ自分が家に行ったらスクリーンにギャーンって出てきて、誰かの小説でありましたね、これネネさんのかなの小説であったんですけれども、なんか額みたいなものが飾られていて、スタンドみたいな飾られていて、そこにザナジェネシスがいるんですね。で、みんな家に帰ってきたらただいまみたいな感じで喋るみたいな感じの設定ですよ。まあこういったものとかがね、全然多分ね、今でもできるんですよね。で、実はすでにもう実験でちょっと今日裏側で、なんかそのやり取りをしてみたんですよね。絵はこういう感じで出して、絵はこういう風に動いて、で、チャットはですね、ザナの元々ある、左にあるですね、チャットウィンドウ、あれで使って喋ったらですね、ちゃんとザナ前室が反応してくれるように部屋の中でやってみましょうっていうね、すでにちょっと実験が始まってるんですけど、もうとにかくね、楽しいんですよね、これ。こういう新しいことが。だからペンペンズもできたらですね、まあこれ 3D になったらの話ですけども、なったらもしそれが採用されれば、もうね、やばいですね。ホーム画面でいてとかみたいな感じで、あ、これね、今日そうだ、皆さんね、コメント結構くれてたんですよ。これコメントをちょっと次のチャプターで読み上げようかな。なんかいいコメントをね、くれてたんですよね。そういう感じでね、いろんなアイデアがね、あるんですよ。例えば、家に帰ってきたらね、こうホーム画面の自分のあれ部屋があるじゃないですか。あれもまたね、今後カスタマイズできるようになるんですけど、あの中でですね、ペンギンいるみたいなね、感じとか、一番僕がね、やりたいのは、ワールドを自分で移動してる時についてきてほしいんですよね。テクテクテクって後ろをね。これもう最高にキュートじゃないですか。もうたまらんですよね。とか、ちょっとなんか、何かを見つけたらちょっとそっち行ってしまうみたいな、散歩中の犬の気まぐれみたいなね、感じで、おいおいそっちじゃねえよみたいな感じとか、たまにいなくなるとかね。なんかいいじゃないですか。もうそんなん来られたらね、結構ハマりますよね。っていうことで、なんかね、もうメタバースとこの AI エンジンの組み合わせ、もう未来しかないっていう感じですね。そしてそれは多分僕たちのめちゃくちゃ得意分野なんですよ。いや、やばいなぁ。やばいですね。これは可能性に溢れてる2023年になりますよ、今年は。例えば、そうですね、これ、いろんな皆さんからいただいたアイデアですね。今日、ボイシーの中にですね、結構アイデアが投げられるというね、珍しい現象が起きていますので、昨日聞いてくださった方々がですね、こう投げてくださっているんですけど、グリーンティーマックスさん、メタバースの中の歩数をですね、カウントしたりとか、あとはですね、ご飯をあげ、まあ、たくさん歩いたりとかね、ご飯あげたりすると、なんかするとですね、こう、なんかペンギンが喜ぶとかね、成長するとかみたいな感じですね。で、アプリを立ち上げると、なんかその都度ですね、ペンギンがやってることが変わるみたいなね。なんか寝てるとか、あ、なんかちょっと新しいの覚えてるとか、なんかよくわからんもん持ってきたとかね。それだったらもうアプリ毎日開くの楽しくなるじゃないですか。いやー。ナイスアイディア。まさにそういうことですよね。まさにそういうこと。もうとにかく、たくさんね、こう、皆さんに遊んでいただきたいわけですから、やっぱりね、アプリを開く楽しみっていうものを、このペンギンがもたらしてくれたらね、結構やばいと思うんですけどね。というわけですね。はい、素晴らしい。ありがとうございます。桜メタさんですね。私の中ではこのようなイメージが広がっています。一匹を持ってたら、お散歩ができるペンペン。二匹持ってたら、おんぶができるペンペン。おんぶっすか？はい。3匹持ってたら、肩に乗ったペンペン。なるほどね。4匹持ってたら、頭に乗ったペンペン。5匹持ってたら、自分がペンペン。なるほど。新しいな。これどういうことなんだろう。あれですか？なんか成長す、上に、俺逆じゃないですか？それなんか、自立歩行できた方が、レベル高い方が自立歩行できて、ついてきてくれるとかの方がいいんじゃないですかね。なんかそれ、ま、レベル低かったら動かないから、ちょっと自分の部屋から出れないとかね。で、レベルもっと上がっていったら、なんかこう、ちょっと肩に乗って移動できるとかね。ああ、肩に乗る。ね、結構、今結構僕でかく作ってしまったんですけど、大丈夫ですかね。肩に乗る。まあまあ、サイズは調整するとして。なるほど。いやー、なんか、でもなんか可能性ありますね。はい。次ですね。ヒデさん。これ面白い。やばいな。ザナメタバースの世界で、コシノさんの服を着て、フェンペンズを肩に乗せて、スケボーに乗りたい。みたいな。全部ありきだ。みたいな。そして隣にザナジェネシスと手を繋いで歩く。やばいっすね。それフルコースじゃないですか。それなかなか贅沢フルコースですね。なるほど。いやーでもスケボーに、ジェネシスと一緒にスケボー乗るのか、二人でこう、シャーって言ってる感じですね。それやばいですね。でもね、コシノさんの服、ちょっとアグレッシブめの服着て、
やばいなぁ。いやそれすごいですね。それすごいザラの個性ですね。はい。なるほど。はい。ケイタロウさんかな？ケイタロウさん。はい。いつも暑いけど、今日は特に暑かったです。メタバース上で連れて歩ける AI 機能搭載の 3D ペンギンというのはワクワクが止まりません。ぜひ実現してほしいです。やっぱそうっすよね。いや、なんかね、そっちのインスピレーション来てますよね。いやー、難しいなー。そう、わかるんですよ。2D の方がね、いいっていう気持ちもわかるんですよね。日本はキャラクター大国でね、2D 大国なんで、その気持ちもわかるんですけど、ここはチャレンジじゃないですか？むしろ。ね。うん、っていうのを思ってきましたよ。アルファパスはだから 2D にして置いといて、忍者 3D、忍者は 3D みたいなね。うん。とかね。で、そう、だから今回は限定のペンギン、忍者の格好をした、ペンギンですね。で、元々のその素体みたいなのあるわけじゃないですか。素体ペンギンみたいなね。で、これをなんかもっと、これはなんか将来的にまたもっとなんかコラボレーションで別のね、こう、別バージョンのペットみたいな。まあ、すべてのみんなが持ってるなんかペンギンがみんな剣とかね、槍とか持ってたら結構アグレッシブすぎるんで、普通にこう可愛がられて自分はちょっと普通のペンギンが好きだみたいな人もいるわけじゃないですか。ってなったら、まあ、そういったことも考えたら、まあ、いずれね、今回がもしも 3D になるのか、まあ、今回が 2D になるかわからないですけれども、そしたらまあね、3D のペンギンは絶対出すとは思うんですよ。うん、それをまあ今回からにするのか、いつにするのかっていうのの間違いだと思うんですけれども、うん、なんかチャレンジしたくなってきましたね。うん、ね。お、最後、もう一つ、やばいですね。アヒルさん。ペンペンズのヘリウム風船をザナフェスの最高潮の瞬間にみんなで一斉に空へ飛ばしたいです。これ泣くやつですね、多分ね。ね、これ感動シーンじゃないですか。みんなで、来たーっていう時にあの、パーンみたいなね、あの、銀幕ロールみたいな、あれのなんか、風船バージョンで飛ぶやつですね。なんか、フェスとかやったらね、突然こう、風船が放出されるやつあるじゃないですか。あんな感じでね、ペンギンバルーンが飛んでいったら、もう感動ですよね。いや、それ本当にやりたくなってきたな。やろうかな。ね、これはナイスアイデアですよ。はい、といった感じでね、本当にもう想像力の届くがままに、すべての想像力の届く範囲すべてがね、メタバースで実現できることなんで、これ考えたらやっぱすごいですよね。というわけでもね、やっぱり今までの NFT とはもう一味も二味も違うような、やっぱり僕たちにしか作れないっていう昨日の、ボイシーのね、テーマに合った NFT を作りたいなというふうに考えております。はい、今日はですね、そういった感じで昨日に引き続きザナらしいもの、最高にザナしか作れないものっていうものを作るにはどうすればいいかというところでですね、このメタバースと AI というこの2つのキーワード、この2つのハーモニーからできた NFT というね、これがめちゃくちゃキーになってくる気がしますというお話でございました。そしてね、本当にこの AI は可能性に溢れているし、もうまさにね、両方ですよね。今一番熱い分野ですよね。もう本当に、メタバースだけでも年間 40% 成長産業と言われてますけど、AI はですね、どれぐらいかな。だから、ちょっとね、これ機会があったら調べてみたいなと思うんですけど、まあ、間違いなくそれかそれ以上言ってるはずですよね。だからこの今年も間違いなく、そして今後10年間ひたすら伸び続けるであろうっていうこの2分野ですよ。それをすでにしっかりね、体制も整えて、チームも開発チームもしっかり導入して、しっかり持っているこのザナですよ。が、その2つの力をね、結集させて、これから今年もどんどん面白いものを作っていきたいなと思っていますし、このザナダオではですね、今はすでにこう 3D にかなりチャレンジされている方々がたくさんいらっしゃって、これもね、素晴らしいことだと思うんですよ。あのザナでまずビルダーでワールドを作ってらっしゃる方がですね、かなりいらっしゃって、さらにですね、独自でなんか自分で 3D をですね、もう二次創作とかし始めている方々もいらっしゃるんですよね。で、これは今後ね、例えばそのザナが皆さんが作るものの中に導入できたりとか、いろんなですね、ことが考えられるので、なんか絶対ね、やっといて損はない、間違いないスキルなんですよ。この 3D モデリングとかデザインっていうのはね。で、まあ、ワンチャンそれすらいらなくなるような AI の未来が来るかもしれないんですけれども、まあ、それはさておきね。まあ、それはさておきで、っていうところの他に、この AI ですね。今は例えばみんなほとんど、ザナジェネシスと一緒に交流していただきながら、どうやってですね、この会話を面白くしていこうかとか、どういった可能性を引き出せるんだろうっていうようなことをですね、いろいろチャレンジしてくださっている方々がいて、で、さらにですね、つい最近、本当にこの素晴らしい数名のですね、チャレンジャーの方々が、このザナジェネシスを元にした AI でそれをさらにリメイクしていくみたいなね、面白いこうですね、ザナの AI NFT をさらに AI を使ってリメイクっていうね、最高ですね、こういうのね。もうめちゃくちゃ楽しいんですよ。っていう、まあ、自分のクリエイティブの枠に囚われないようなものを、作り出すっていうね、方々とかも出てきましたし、もうこれをですね、やっぱりこういう分野どんどん伸ばしていきたいんですよね。
うん。で、これが一気に全部できるっていうのもね、なかなかザナダオぐらいしかないんじゃないかなと思いますので、いやーね、これはぜひ皆さんも興味ある方、まあ、そしてですね、まあ、それに興味があるとか、まあ、それできるできないに関わらず、まあ、そもそもですね、もう確実に伸びる分野なので、確実に伸びる分野を抑えておくっていうのは、これはもう絶対損はないんですよ。まあ、そうやって確実にこれ伸びる分野だろうって思われてるから、皆さんがですね、やっぱり NFT を触ったりとか、仮想通貨を触ったりとか、ブロックチェーン触ったりとか今してくださっているわけじゃないですか。で、それって間違いなく、この今の、通常のこう、一般大衆というか、マスに比べたらですね、相当先端なことやってるわけじゃないですか。そして実際その世界は来ましたよね。仮想通貨トレンドも来ましたし、NFT トレンドも来ましたし、まだ始まって、まあ、間もないっていう感じですけども、もうすでに第一波のとてつもない波が来たじゃないですか。で、それでですね、やっぱりこのメタバースと AI っていうのは、また次確実にこれね、もっとものすごい波になってくるんですよね。っていうところから、これはね、ぜひみんなで一緒に今のうちからどんどんとね、トライをしていくべきだなと思いますし、それやっといて絶対損はないスキルであり、かつこうやってね、この、本当にこの黎明期の黎明期から一緒にそれを作っていける、プロジェクトチームであったりとか、DAO メンバーであったりとかっていうのが、で、ね、たくさんいて、みんなで作れる環境が整っておりますので、そこでね、切磋琢磨しながら、自分一人で勉強するよりも楽しくですね、できる場がザナダオとなっておりますので、ぜひね、そちらに参加していただいて、みんなで一緒に作っていきたいなというふうに思っております。そうですね。最後に、あと、ペンペンズの、もうそろそろかな、このオンチェーンで登録するフォーム、ホワイトリスト、アローリスト、登録フォームっていうものがね、もうすぐできるんですよ。まあ、できたら、今週中に出したかったんですけどね。まあ、週明けとかかなには出るので、そこでですね、こう、ウォレットがちゃーんって繋いで、自分のですね、持ってる NFT とか、まあ、その記録みたいなものがそこでですね、我々の方に届くというような感じになっております。そしてですね、皆さんからリクエストの多かった複数ウォレットを認識するっていう機能を作ったんですよ。なんで、これは安心していただいて大丈夫です。あと、熱いメッセージを送れる機能をつけてくれって言われたんで、これまだ入ってないな。熱いメッセージ機能つけましょうかね。まあ、書きたい人は、なんかその思いの丈を書いていただければいいなというふうに思っております。はい、そんな感じでですね、このザナペンペンズの最終的なですね、今、刻々とカウントダウン進んでるんですけど、これはまあ方向性変えるんだったらちょっと変えないといけないんですけれども、まあそうですね、これはともかくまずあと本当に今週来週中にはですね、これどっちの方向で行くのかっていうのと最終的なものを決めたいなと思っているので、もうちょっとですね、この僕のクリエイティブ試行錯誤にお付き合いいただければいいなと思っております。まあこれもね、 NFT のなんていうのか楽しみというか、今 Now でですね、 Now で作られていってるっていうものなので、まあもうあるんですけどね、いつでも出せるんだけれども、さらにこう進化させたいっていうところなんで、サボってるわけじゃないですよね。さらに上を目指してるってだけなんですよ、これはね。いつでも出せます、これは。いつでも出せるんですけれどもっていうところですね。はい。なんでね、ちょっとそこにお付き合いいただければなと思っておりまして、まあ、その分ね、絶対面白いものを届けようと思っているので、ぜひお楽しみに、一緒に走っていただければ嬉しいなと思っております。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。